疲れ様です。そうです、キャンプ5日目が、終了しましたけども、コンディションの方はいかがでしょうか。自分の中で結構手応えもあって楽しくやれてます。こう練習時間自体は短いかもしれませんけど、結構こう強度が高いイメージがありますけど、やってみてどうですか。そうですね、昨日とかもう一昨日ぐらいからきつい練習多くて、結構体は疲労感を感じてますけど、まあでもその中でもやりがいを持ってやれてるんで楽しいです。一昨日のヨーヨーテストではかなり上位というか、ね、1位2位を争うレベルでしたけど、結構コンディションの方はこの時点でも上がってる感じですか。はい、上がってます。まあヨーヨーテスト1位取れなかったのは悔しいですけど、勝てなかったですこう長野時代はこう結構こう雪国のチームってキャンプを1ヶ月ぐらいやってるイメージがありますけども、こうやっぱ毎年キャンプっていうのはこう新鮮なもんですか。そうですね、やっぱりあの選手と話す機会も多いですし、コミュニケーション取りながら、本当にいい時間を、いい時間を過ごせてます。もう今一人部屋ということで、部屋の中ではどんなことをして過ごしてますか。部屋の中では携帯のサッカーゲームをしたり、進撃の巨人のアニメ見たり、いろいろ時間潰してます。わかりました。そうしました。最後あのファンサポーターへのメッセージをお願いします。はい、キャンプ頑張ってます。またキャンプ終わってすぐシーズンが始まるので、それに向けていい準備していきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。